コーラ、コーラ。まあこれダーツ、うん、投げる、どんな感じで持つ？あ、いい感じやな。指先、うん、うん、これで投げる。指先で、これはやっぱ運動神経がな、一つは、うん、筆、日本の筆を持つような感覚、これ握りは。あ親指人差し指。あのプロとだいぶ違うかった。あのプロを見て握り方。ああ、もう握り方は分からん。持ち方でだいぶ違うよ。俺はこういう感じ、こういう感じ。あ、そう握れるんか。俺こう、ちょっと違うの。ちょっと待って、うん、こう、うん、ばあちゃん、こうか、うん、こうか。なんでお箸でやってるの。投げてくださいって言ったら、そう握る。あ、似てるやん、2人、うん、え、ちょっと重ねてみして。いや、あの人たちは開いとるよ。これがグリップ、うん、あ、グリップっていうの、うん、そればあちゃんのグリップやん、うん、これじいちゃんのグリップ、うん、何グラムぐらいあると思う？40グラム40、うん、そんなんないか。そんな18グラム。近い。これは 21.5。 ああ、そんな半端か、うん、柔らかいやろ、うん、やばい。これコンドルっていうね。コンドル。あ、書いてある、コンドルって、うん、コンドル、うん、あ、読める？読めるよ、コンドルって書いてだろ。じいちゃん読める？これ、うん、じいちゃん英語読める？コンドル、うん、コンドルの下なんて書いてある？コンドルって、ほら、メガネかけにゃわからん。コンドルの下なんて書いてある？メガネかけにゃわからん。ゼロスターズメガネ取ってる。ゼロスター、ゼロスター、うん、ゼロスターズ。これゼロストレス、うん、ストレスか。ストレスがゼロ。それ内職で一ついくら？一つこれでまあ1万。ああ、何本でや？3本でや、うん、あ、日本でも、うん、そんなするんか。うん、1万2000円ぐらい全部で。へー、それだけ手が込んどっていうことな。うん、か、込んでんねん。おー、ご飯はちょっと食べようかな。あー、美味しかった。ご飯ちょっと食べよう。うん、食べる。